あたふたりみゲームズの編集長、ヘイ。つま走る炎の編集長、イエーイ。はい、皆さんこんにちは。アタフタレビゲームズの編集長です。今日は筋肉マンマッスルショットをやっていきたい。あ、違うやん。あー、こっちが現実か。そっか、やりますか。はい、アタフタレビゲームズの編集長でーす。どうもー。今日は、いやいややった、カイゼル、後半戦行きたいと思います。なかなか寝ないんで、もうやめたいなと思うんですけど、もうここまで来たらやるしかないかなっていうところで、やりますわ。さあ、行きましょうか。はい、31回目。はいよー。はい、出ない。ダメねー。はい、続いて32番の方、どうぞ。はい。はい、健康。問題なし。健康ですよ。はい、続いて33番でお待ちの方。はい、いらっしゃいませ。はい。あら、最近風邪でもひかれましたか？ちょっと出が悪いですね。はい、続いて34番の方。はい、だいぶ今吹っ飛ばされたんで顔が腫れてますね。はい、いやー大変そうで。はい、35番目の方。はい、だいぶお待たせしましたね。はい、あららららららら、それモヒカンだとすぐ殴られるよ、巻き込まれるって。はい、36人目の方、どうぞ。あら、あなたも、あー、じゃー、飛ばされて。はい、不健康。出ないね、不健康。出が悪い。非常に悪い。はい、37人目の方。あー、あなたはなかなかいいね。見えないね、気象ね。あなたの場合、寝るのが遅いのでね、もっと早く寝ないと、しっかりした時間に気象できませんよ。はい、38人目の方。はーい、健康。あなた何も心配いりません。さ、続いて39人目の方。はーい、光りましたね。あなたは不健康。太りすぎでーす。ちょっとガンマの値が高いのでね、GDP、数値高いですよ。肝脂肪、要注意です。はい。年齢も年齢なので、40回目に突入しますよ。はい、とりあえず午前の部の、患者さんは健康ということで、お昼休憩入りまーす。お前いつまでやってんねん。カイゼルに心まで奪われたか。バカもんめ、目を覚ませー。ちくしょー。よっしゃー、気合い入れるぞー。りんちゃん、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 りんちゃん。セット完了しました。 OK、 それじゃあ行きましょうか。41回目のチャレンジ、カイゼルちゃん我が手においで。はい、ダメ。分かってるよ、分かってるよ。ここまで来たらどこまでも行こうじゃないの。42回目、効かぬ、効かぬわ。43回目、レッツラゴー。光もしないじゃないの。さあ、44回目。さあ、来い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 。ちくしょう。地の獄、すなわち地獄。編集長は地獄へと落ちてゆくのであった。さあ、46回目。行きましょう。頼むよ。あーい、ダメー。くー、ちくしょう、出ないな。あー、47回。
やこれマジで天井行くかも、やばい。48回目、カモーン。よし、証しゲット。49回目、さあそろそろ来てよ、カイゼルちゃん。あーダメか。次で50回目、やばい、あと10回で天井じゃん。頼むよ、光って光って光って光っ、クリリンのことかはい、というわけで残り天井まで10回となりました。いやー、おかしいな。後半はね、リンちゃんの服装もちゃんと清楚な格好に切り替えてやってるんですけどね。って心も無にして、無にはなっていないか。あー、51回目、天井だけは避けたい。天井だけはやめてよ。はい、起床。お、起床2つゲット、ありがとう。本当にありがとう、本当にありがとう。だからお願い、52回目のトライです。あかん、光らない、光らない。53回目、はい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 、お願いしますよ、54回目。同情すらないのかこのゲームは。ちくしょう。55回目、あーい。ちょっとどんな作戦をやっても光らないっすわこれ。56回目、ピカ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 そう。57回目、さあ来い。おお、見事だ弟よ。えはー、出たー、監視棒。見事だ編集長を倒して、何を狙う、石を食らい尽くして神にでもなろうというのか。という間に58回目、カモン。あいよ、いやーきつい。さあ59回目、残すはあと2回。さあ頼むよ。あー、ちょっと待って、これ本当にハトまで飛んできて。60回目だよね次。あーマジかー、引くし、こびるし、帰り見たい。あんた一体どんだけ石食うんや。修羅の国の石食い虫やないか。60回目、ラスト、来いよ。はーじゃー、よーしゃー、来い。はい、ありがとうございました。1周年で使う予定だった石もなくなり、自信もなくなり、ルミネの代わりに出しゃばった結果が、これでした。これにて、私は、ポチッとカイゼルをゲットしたいと思います。さあ、出てらっしゃい！はい！私がカイゼル！リバイブ！グループボーナス解放！わかってんのよ。それぐらいパターンでわかってんのよ。それぐらい大好きなのよ。やってんのよ。弱いけど。ありがとう。あなたを待ちわびて、60回。長かったね。ハトは、後にしましょう。血一滴流さずに、一瞬にして敵のナイフを引きちぎることができる。はい。というわけで、今回のガチャは、結果的には天井で終わりました。前半結構光ったので、これは後半もいけるかなと思ったんですけど、やっぱり確率は収束しますね。いやー恐ろしい。世界戦とガチャの確率は必ず収束する。エル・プサイ・コンガリー・コングルーダ。
というわけで、今回の動画はこれにて終わりたいと思いますが、この後は待望の1周年記念となりそうですね。今回のガチャはダメでしたが、1周年は懲りずにルミネと一緒にガチャをチャレンジしたいと思います。それではまたお会いしましょう。編集長、バイバイ。オエナギルミコのオフィシャル YouTube チャンネルを最後まで見てくれてどうもありがとう。私の動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。おすすめの動画はこちらから。出演情報はブログにて更新中。概要欄のリンクからどうぞ。それではまた見てください。オーヤナギ。